今回も、2014、プロ野球チップス、第2弾を、2袋開封します。いいカードが出てほしいです。では、1袋目を、開封します。福岡、ソフトバンクホークス、イデホ選手でした。今シーズンは、オリックスから、ソフトバンクに、移籍しました。オリックスで、やってほしかったですね。東北、楽天ゴールデンイーグルスの、ユーキリス選手でした。現在、故障で、アメリカに帰ってますが、日本に、戻ってこなさそうです。続いて、2袋目を開封します。中日ドラゴンズ、大島洋平選手でした。残念ながら、このカードは、すでに持ってます。阪神タイガーズ、藤浪晋太郎投手でした。このカードも、すでに持ってます。今回も、レギュラーカード、4枚でした。そのうち、ダブリが2枚で、いまいちでした。では、もう一度見てみましょう。